皆さんこんにちは。さあ、ここ最近うちのチャンネルでは DJI のオズモポケット3を連続して紹介していますけども、そう、そのねポケット3が来る前にこちら買ったのを覚えているでしょうか。はい、メタクエスト3ですね。うちのチャンネルでもちょいちょい取り上げているこの VR ヘッドセットなんですが、このメタクエスト3、まあここ最近、結構ね使ってはいるものの、ちょっとやっぱねこれ使ってて不満がありまして、まあやっぱりこのヘッドストラップなんですよね。これね、クエスト3のレビューでもちょっと取り上げたんですけども、短時間だったらこの標準のヘッドストラップで問題ないんですが、まあある程度長い時間このね、ゴーグルをずっとこうつけていますと、この目の部分、この一応クッションはね、この正面の方にあるんですけども、よいしょ、このクッションの部分が、まあ、ずっと顔のこの頬骨の方に当たり続けるんで、結構痛いんですよね。なので、なんかいい方法ないかなと思ってたんですが、クエスト3の不満点を一気に解決してくれそうな商品がありました。ボボ VR M3 ヘッドストラップです。はい、ということでですね、このボボ VR のヘッドストラップなんですが、実は、これもですね、このメタクエスト2の頃、これは3ですけども、ちょっとこれよりも大きい、メタクエスト2もうちのチャンネルで扱ってたんですが、その時もね、同様のヘッドストラップ実は買っていたんですよね。動画で紹介したか動画はちょっと忘れてしまいましたけども、はい。そこをね、このクエスト3用のヘッドストラップをちょっと個人輸入してみました。早速パッケージね、開けまして、中身どうなってるか見ていきましょうか。さあ、それではこのパッケージの方を開封していきましょう。はい、箱の中にはこれだけのものが入っていました。まずはこちらがヘッドストラップ本体ですね。はい、こんな感じですね。頭の前と後ろと、あとこのちょっとおでこの部分で、このクエスト3を支えるような感じになっています。こんな感じで後ろのこうカリカリを、ダイヤルを回して、まあ、締め込むタイプですね。前に紹介した DPVR の E4 とかも同じようなヘッドストラップを採用しています。そしてこちらが、バッテリーですね。でこの M3 ヘッドストラップなんですが、この後頭部のところにこう端子が、ついてまして、この端子のところにこの付属のバッテリーをガチャッと磁石で、固定しますと、こっからバッテリーを給電して運用時間を大幅に伸ばすことができます。ちなみにこのバッテリー1つで 5200mAh で、重量は1個100、約 50g、149g ありました。これがこの後ろの方に乗りますので、ヘッドセット側の重さとこの後ろのバッテリーの重さでこうちょうどよくバランスが取れるみたいですね。まあ、ちょっとこの辺に関してはね、実際装着して、付け心地をねチェックしてみます。あとは後頭部につけるパッドの替えが1つ入ってました。これマジックテープになっていまして、標準で付いているクッションをこのマジックテープでベリって剥がしますと、ここに、ベルクロが付いていますので、ここに、つける形ですね。まあ、これに関しては好みで選んでもらっても、いいかなっていう感じで。まあ、こっちはなんかこう、ハニカム構造で、なんかこう、通気性がいい感じですけども、標準でついてるクッションもね、なかなかこう、柔らかいので、これはこれでいい感じですね。この、おでこに当たる部分と、あとこの頭に当たる部分。ちなみに全部の、このクッションはマジックテープで固定されていますので、まあ、汚れたら剥がして、まあ、洗って再度つけるってことができます。では続きまして、クエスト3に組み込んでいきましょうか。このクエスト3のストラップの外し方は、これとっても簡単で、こんな感じ、このストラップの、後端を手に持って、ちょっと外にグッとねじると、はい、簡単にパコッと、外すことができます。この部分はプラスチックですね。はい。もう反対側も、この後ろの部分を持って、グッとねじると、パコッと、外すことができます。あとは、この頭の部分のストラップをグッと引っ張れば、はい、簡単に標準ストラップを取り外しが完了しました。で、あとはこのボボ VR のストラップのこの上のこのレールの部分。このレールに、このクエスト3のさっきのこのヘッドストラップの部分をこうグッと差し込んで、あとは通してあげるだけなんですが、このね、M3 ヘッドストラップはこのフェイスクッションを外した、これを外した状態、よいしょ、でも、はい、こうね、到着できるとのことです。で、このフェイスクッションを外した場合は、この M3 側の、正面についている、この、ベルクロですね。これを、このヘッドストラップのさっきの、頭の部分についてた部分、ここに通しまして固定して、このレールとストラップの、3点で固定するみたいですね。ちょっとこれやってみましょうか。はい、ラジオペンチを使ってなんとかここにベルクロを通すことができました。ここのね、取り付けはほんと大変ですね。このね、ベルクロの方をこうグーッとクエスト3のこの本体の奥に入れ込もうとして、もうなんか途中引っかかっちゃうんですよ。なので、こうちょっと
こうラジペンでこうクイクイってこの、ストラップの後端を引っ張りながらなんとか通すことができました。でこれが通すとどうなるかと言いますと、はい、こんな感じで本体のこの、クエスト3が稼働をした時にこう下げた時にこれ止まるんですよ。ここで、しっかりとね、ベルクロで固定されているので、下を向けたとしてもここでピタッと止まります。これなかったら多分ギューッと思いっきり下まで行っちゃうと思うんですけども、こんな感じでここのベルクロでしっかりと、保持されていますので、まあ、ちょっとヘッドセットをこうグッと跳ね上げた時とか、あと下ろした時とかには、まあ、定位置につく感じですね。でここの長さを、ここで調節することによって稼働範囲も、制限することができます。なんかこうしてみるとあれですね、クエストプロみたいな感じですね。確かクエストプロもこの、車高用のブロッカーは確か標準ではついてなかったと思います。まあ、今回 VR と MR どっちも使うので、これがなかったとしてもそうですね、そこまで違和感はないのかなと。まあ確かにこの、フェイスクッションがなくなったことによってこのメガネとかの、つけた状態での、まあ、運用とかもよりやりやすくなると思いますし、まあ、よりねこの目の方にこのレンズを近づけることができるんで、まあ、もしかしたら没入感もアップするかもしれません。はい、これがですね、M3 ストラップをつけた、クエスト3になります。めちゃくちゃごつくなりましたね。ごつくはなったんですけども、手に持った感じ、あ、結構バランスはいいですね。やっぱ後ろにこれ後頭部の方にバッテリーが乗っかってるんで、こう手を、うん、このねちょっと前に置いた時にちょうどここのクエスト3の重さとこの後ろのバッテリーの重さがちょうどいい感じに釣り合っています。さあ次はですね、実際こいつを装着してみましょうか。はい、続きましてこの M3 ストラップをつけてカスタムされた、クエスト3をね被ってみます。まあ、さっきも言った通り、ほらこんな感じでねバランスがなかなか取れているのでつけた感じは悪くないと思います。あとこの顔面をね覆うクッションがないので、果たしてどうでしょうか。はい、つけました。うん、ちょっとね映像がねめちゃくちゃぼやけてますねちょっとこの上の角度、この上下の角度が、まあ、良くないと思います。もうちょっと上の方に、あ、いいだ、ここでな、うん、ここで、はい、今固定してみました。ちょっと皆さんからはね、あの僕の映像は見えてないと思うんですけども、そうですね、このクッションがなくなったことによってやっぱりよりね目に近い位置にレンズがあるんで、そうですね、周り本当にその全体がこうパススルーとこの現実が、まあ、ちょうどいい感じにはなってるんですけども、 なんかやっぱ全体的にね映像がめちゃぼやけてるんですよねこのいわゆるレンズのスイートスポットってところからずれてると思います。このちょうどいいところがどこなのか自分でも今まだ分からなくて、こう上にやってますけども、あ、ここかここだとしたらだいぶこう、そうですね、クエスト3を上に上げた状態になっちゃいますね。今ね下の方に下げると文字があのごちゃごちゃっていうかこうがずれて見えてしまってるんで、まあ標準のねストラップよりかは付け心地はすごくいいですね。やっぱりあの普通のこのバンドで留めるよりかもこの2つの、このクッションのおでこと頭と後ろとの3点で固定するんで、すごくね付け心地はいいんですけども、ちょっとねこれは何でしょうあの映像がちょっとぼやけて見えてしまうのはこれなぜでしょうかはい、録画をねちょっと1回止めまして、自分なりにねこのいいポイントを少し探り当ててみたんですけども、まあ、ちょっとこのヘッドストラップを一番長い状態にして手に固定して映像がくっきり見える範囲があったんですが、この状態で締め込もうとするとなんとですね、メガネにめっちゃこの、あのレンズとメガネがぶつかってちょっと今干渉しちゃってますね。前はねこのよいしょフェイスクッションがあったから、このフェイスクッションの方で多分、このね頬の部分でメガネの干渉は防げてたんですが、今回これがないので完全にレンズとこのメガネの部分でねこうぶつかっちゃってますね。あー、これはつけ心地はすごい良くなったんですけども、そうですね、このフェイスクッションなしでやろうとすると多分このクエスト3用の、この視力補正用のレンズですか、それを買ってメガネを外した状態でつければ
これすごく良くなると思います。ちょっとねメガネをつけた状態でなおかつこのフェイスクッションを外したこの M3 ヘッドストラップは正直おすすめできませんね。メガネユーザーにとってはなかなかこれは、きついかもしれません。まあそのメガネのね形とかその、ね、レンズの大きさによっても多分この辺変わるんですけども、ちょっと僕の環境下ではこれは良く、はい、なかったですね。でねこれこの干渉しないようにちょっとこう上にこのね、クエスト3を上げようとするともうこんなこの状これが多分一番ねそのはっきり見えて干渉しないんですが、もうほとんどあの何も画面が半分ぐらい映ってない状態なんで、これはよろしくないですよね。うん、没入感を高めつつなおかつ固定を良くしようとするとそうですね、ちょっとこの、フェイスクッションなしの状態ではちょっと僕の環境ではダメでした。はい、再度ですねこのフェイスクッションをつけてさらに M3 ストラップも、同時につけてみました。これでねつけ心地が改善されればいいんですけども、あこれはよく、あ全然さっきと違いますね。うん、このねフェイスクッションなしの場合だったらこのヘッドセットの角度をかなり極端に調節しなければ文字の部分が、クリアに見えなかったんですが、今はですね、はい、このやっぱりフェイスクッションのこの部分でそのメガネの位置とレンズの位置がまあちょうどいい塩梅になって、なおかつ結構正面にこうガチッと、こうね、顔とヘッドセットがつくんで、あこっちの方が僕はいいな、うん、まあいいんですけども、やっぱりこのフェイスクッションがねこの布地のためにあれなんですよ、ちょっと激しい運動をするようなアプリを使うとここで汗吸ってしまってね、あんまりよろしくないんですよね。なんでこの M3 ストラップとフェイスクッションをこう併用して使う場合ですね、このメガネをかけている方でしたら、ここのフェイスクッションの周りにさらにシリコンかなんかのカバーを取り付けると多分完璧になると思います。うん、ちょっとメガネユーザーの人当はこの M3 を使う場合にはフェイスクッションはあった方がちょっとねこの固定は楽ですね。なくてもなんとかなるんですけども、やっぱあった方がよりかっちりと、ね、顔全体を覆えますし、そうですね、装着感もこっちが個人的にはいいですね。うん、重量は増しても頭にカチッと固定できるので、やっぱりこの M3 ストラップはあった方が、うん、いいですね。ちょっとグッと激しく動かしてますけども、うん、すっぽ抜けるような心配もありません。で、後頭部にバッテリーもついているので、このクエスト3約1回分くらいの充電は、できると思われます。どうしてもこのクエスト3で、Amazon プライムの動画を見ようとしたりとか、まあ、映画見ようとすると、まあ、1時間2時間ちょっとつけっぱなしになるじゃないですか。そうなる ちょっと、この内蔵バッテリーだけでは少し、ね、心もとないので、このボボ VR のバッテリーが、あることによって、まあ、稼働時間を、ね、大幅に伸ばすことができます。で、このバッテリーなんですけども、これ自体が、ね、確か4000円くらいで Amazon で売ってますので、これいくつか、買えておけば、まあ、このバッテリーが切れたらもう新しいバッテリーに交換して、で前のやつは充電するっていう、使い方もねできると思います。はい、ということですね、今回はサクッとではありましたがこの M3 ストラップの付け心地についてちょっと解説してみました。これからもですねちょっとこのクエスト3の運用とかについては、動画作っていきますので、また見てくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様も何かも参考になれれば幸いです。で、今後もですね、この VR 関係の商品面白いものありましたらどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。